はい、こんにちは、グリードです。皆さん、こちらのゲーム覚えてますでしょうか？そうです、あの COD とともに FPS の歴史をね、築き上げてきたあのゲーム、バトルフィールドですよ。バトルフィールド、ここ近年名前は聞かなくなってしまいましたが、このバトルフィールドが、まあ、新作が作られるっていうね、発表は少し前にされたんですかね。で、さらに今回この次回作のコンセプトアート、詳細がね、また発表されて結構話題になってるんですけども、今回も EAA さんの記事を引用させていただきたいと思います。はい、いつも見てます。はい、皆さんもね、この EAA さんの記事ね、めちゃくちゃ早くて分かりやすいんで、ぜひね、見てみてください。はい、というわけで、最新バトルフィールドのコンセプトアート公開というわけで、まあ舞台現代戦で64人対戦、スペシャリスト廃止、クラス制復活っていうね、まあクラシックスタイルね、昔のファンが喜ぶバトルフィールドを作るぞっていうことで、詳細が公開されました。古き良き BF3 と BF4 を目指すというわけで、史上最大の開発体制を敷いていると。はい、バトルフィールドのピークは BF3 と BF4 の時期だった。まあ現代戦がテーマの時期ですね。まあ現代戦に回帰すると。はい、これ非常に楽しみですね。まあ結構バトルフィールドは1とかね、5とか二次戦が続いてて、で2042もね、ちょっと近未来になってて、やっぱちょっと現代戦がね、やっぱファンの方は恋しかったんじゃないかなと思います。はい、そして64人対戦復活と。BF2042 はね、まあ128人かね、すごいね、大人数なんだけど、その分マップが広すぎてね、結構暇だったなっていう印象がありますね。まあ64人対戦復活という、まあ一番こうBF らしいというか、やっぱり対戦人数は多ければ多いほどいいというわけではなかったですよね。はい、ファンからの信頼を取り戻すと。はい、来年2025年には次回作に関するプログラムを発表すると。来年に発売っていうわけじゃないんですよね、多分ね。 COD とのライバル関係、最新作だった BF2042 が期待外れの結果となってしまい、ライバルとの、間に差が生まれてしまったと。まあ、COD を倒そうと思ってない、違うものを作ってるし、自分たちらしいものを作っていると。そうですね、 BF は BF らしく言ってほしいところでありますね。まあ、というような昔の BF、 ファンが一番多かった時の BF を取り戻すぞっていう、まあ発表がされたんですけども、で僕自身、そう、僕はまあずっと COD 投稿者なので、まあ COD しかしてないっていうイメージが多いかもしれないんですけどね、実はね、僕バトルフィールドシリーズ、バッドカンパニー時代からめちゃくちゃやってて、中学生だったかな、バッドカンパニーは。まあ本当にね、 COD と同じぐらいバトルフィールドはやってきたんですよ。あの時代っていうのは本当にね、 BF と COD どっちもやるっていう人が多かったと思います、本当に。で僕自身も本当にそうで、でこの今ね、こう僕プレイしてるのバトルフィールド4の方なんですけど、このバトルフィールド4ね、 BF4、 実はね、僕このゲームでプロゲーマーを目指した時期があるんですよ。っていうのもね、この BF4 が流行っていた時代っていうのは、日本においても、こう、日本でプロゲーマー目指すってなると、この FPS のプロね、その時はバトルフィールドかアバしかなかったんですよ、確か。だから、ちょっと BF もチャレンジしてみようかなってことで、PC 版のね、BF で交流戦やったりとか、チーム入ったりとか、実はね、してたんですよね。ダステルさん、クンさんだね。がプロゲーマーとして活躍してた時代、僕はまあ視聴者で BF もちょっと挑戦してたりしてたんですよ。まあその後ね、 COD が日本でもちょっと大会とか e スポーツが増え出してそっちに行ったんですけど、だからね、結構 BF4 もね、なかなか僕にとって思い出がある FPS になりますね、本当に。なので今回はちょっと BF4 やろうかなと思ったんですよ。はい、というわけでですね、BF4 はね、マッチングしなかったんですよ。いや、マッチングはするけども、アメリカサーバーだけで。で、なんかね、ここはアメリカ人だけだぜって言われて、キックされちゃって、プレイできないと。プレイできなかったので、今回はちょっと2042を見ていこうかなと思います。ちなみに BF3 もチャレンジしました。BF3 はそもそも部屋が全然なくて無理でしたね。はい。はい、というわけで、マッチングいたしました。なんかね、僕多分やったことないこのルール。近接コンクエスト。多分ね、マップが狭いのかな？ね、僕がね、BF2042 やった時は、もうほんとどのマップも広くて、一生散歩してたんだけど、これは結構楽しそうだね。で、これをリリースから出していれば、あ、そうだね、BF2042 が一体何が起きたか知らない人もいるかなと思うんで、まあ、軽く説明しましょうか。2042はね、発表当時めちゃくちゃね、期待されてましたよね。
なんか過去作も遊べるだとか、ポータルか。もうとにかく昔のファンもすごい喜んでたし、これは派遣ゲームになるぞって、ね、騒がれてたんだけど、いざリリースしてみると、もうそもそもサーバーが貧弱すぎて遊ぶこともできない。で、実際プレイしてみると、マップ広すぎて、ね、ほとんどお散歩ゲーだったり、まあ、僕はほんとそもそもね、プレイできなかったっすね。ずっとメインメニュー画面とにらめっこしてて、もうその時点で、ね、もうやめちゃいましたね。だからほんと大炎上でしたよね。だからね、正直もう新作は出ないもんだと思ってましたよ、僕正直。あ、こんなね、大失敗をした FPS。もう次回作は絶望的だろうと思ってたんですけども、まあそれでも諦めず新作を出してくれるということで、まあ非常にこれは嬉しいですよね。僕は現在はそこまでね、BF ヘビーユーザーじゃないので、まあ細かいリクエストみたいなのはないけど、まあとりあえず発売されたら、普通にプレイできたら嬉しいです。サーバーに入れてプレイができれば僕は嬉しいです。うん。そもそもプレイできなかったから。この作品最初ね。オッケー。お、もう一人。いいぞ、このマップ。かなり。楽しい、楽しい。ミッドレンジだね。歩兵戦、かなり熱いぞ、これ。装填中。これよ、これ。俺を最初からやりたかったよ。この辺いるんじゃない？上やって。まずい。え、倒せたんだ、今の。やべ、こっちも来てるな。どうしたらいい？これ。楽しいぞ。え？おお、え？おいおい、楽しいじゃないか。まあ、結局、キルできたら FPS なんてのは楽しいかもしれないけど、これ楽しいじゃないか、これ。BF って結構キルタイム短かったんだな、今、こうやると。よし、とりあえず C 拠点狙いたいな。待って、近くいるぞ。まずそこやって。なんかこの裏いたけどな。今そこいる、そこいる、そこいる。OK？ え、楽しい。めっちゃキルできるやん。割と初期武器のはずだけどな、これ。あの上か？拾おうと、無理か。補正したいところではあるけど、建物の外は無理だから、まずこいつを蘇生してあげて、そこいる。フロートも結構いける。いいよ。よし。あ、抜けるな、マジで。でね、僕はね、BF はね、マウスの方がやりやすいんだよね。他のゲーム大体パッドなんだけど、FPS に関しては。え、それはちょっと、堂々とやりすぎじゃない？え、このマップ、神マップやん。一人倒した。リロードが必要で。オッケー。上いる。このゲームスライディングあったっけ？このゲームね、大人数だからね、こう一人の力でどうにかっての無理なんだよね。いやー、結構頑張ってはいるんだけどな、ボコボコだな、本当に。めっちゃ反応いいやん。自分でもびっくり反応。いや、これみんな。奥狙わないとダメだよ。あっち行こう、あっち行こうぜ。分隊長、B1 行こうよ、これ。よしよしよし。レッツゴー、B1。味方が負傷。もうこんなボコされることあるってぐらいボコされてんだけど、今。僕はキルできてるから楽しいですね、なんとか。よしよしよし。いや、キル取れるね。自分でもびっくり。ちょっと いいですか？すいません。めっちゃキル取れるやん。おい、俺つえーって思ってたんですけども。これですね。めちゃくちゃ、これ半分近くボットじゃね？これ AI？ AI って、カッコ AI って書かれてて、これボットだよね。あ、これはプレイヤーかも。え？え、待って、ボット？今気づいたわ。恥ずかしい。恥ずかしい。いや、でも待って、わけわかんないよな。なんでボットなん？これ。
いや、ボットいると思わないじゃんこれ。だってさ、こんだけボロ負けなのはボットが悪いのか。え、こっちチームのボットが弱いってことだな。敵の部隊だ。よしよし。そこいる、そこいる。オッケーオッケー。これは AI じゃない。これ AI じゃないです。よし。この先結構多いな。多分今ので、バレ、あ、これは、これこれ、だからこれが AI ですね、今の。今の AI です。はい。あ、これはプレイヤーです。はい。ありえないくらいボコされましたけど、一応キルトップ52キルでした。はい。え？これ SMG の性能じゃないだろう。ちょっと待って、リロードさせて。あ、これ AI やん。ちょっと待って。また AI いんのか。え、待って。え？何？1、2、3、4。また AI じゃん、これ。これほとんど AI じゃん、また。半分近く。これ、バトルフィールド AI だよ、これ。はい、AI カット。これも AI ですか？どれですか？ AI。これ AI ですか？あ、これ AI じゃない、AI じゃない。なんやねん、これ。はい、皆さんもご一緒に。これは AI じゃないか、AI なのか。あ、どっちだ？これは AI ですか？あれが AI ですね。あれが AI です。はい。まあ、試合の途中ではありますが、ちょっと締めたいと思います。はい。今回は BF2042 を、プレイしていきましたけども、この AI は何をしてるんでしょうか。BF2042 ではなくて BFAI でございましたね。なんかこれ AI だらけじゃないルールが多分あるのかもしれない。多分僕がなんか間違えちゃったのかもしれないんですけど、ほとんどこれボット打ちになってますね。まあでもね、こう、リリース当初のあの、すっごい広いマップでお散歩するってことはないから、面白くなってるなっていう印象はありますね。はい、というわけでお疲れ様でした。そうだ。一番重要なこと言い忘れてたやん、僕。そうだよ。今年、あの、バトルフィールドライクな、あれだよ、もう、大の天敵、デルタフォースが出るじゃん。デルタフォースが無料で出るという中、これ BF どうすんのかな？これ一番重要なことを言い忘れてたよ、これ。あれが無料で出ちゃうと、BF 相当なんだろう、もう、ま、ゲーパス入んのかな？でも発売日からゲーパスには入らないと思うんだよな。COD はもうゲーパス入りしたんですけど、BF は新作はゲーパス入れる感じはしないんだよね。別にマイクロソフトが買ってるわけじゃないから。いやー、デルタフォースがね、クオリティ低かったらまだあれなんだけど、デルタフォースなかなかに完成度高かったからね、あれとどう差別化するのかっていうのはどうすんのかな。一番重要なの最後に思い出したよ。言わせ、一番最初に言うべきだったかもしれないね、これ。BF の新作は出るのだいぶまだ先になるとは思うんですけどもね。ちょっと期待というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。よかったら、グッドボタンぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。